続きましては行山流縁返し塩どりをご覧いただきましょう。幕水塩どりとどんな違いがあるのか、どうぞ見比べてみてください。演目は獅子踊りの基本の踊りともいえる令和です。それでは縁返し塩どりの皆さん、よろしくお願いします。Thank you.
みんな揃ってですね、素晴らしいなと思いました。本当にご苦労様です。それぞれがね、良さというものがとても感じられました。それでは最後にですね、口なし踊りさんよりまずは日頃伝承活動というものもすごく大切にされているかと思います。その中で難しさとかもあるかと思うんですけれども、どのような伝承活動をされているのか教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、そうですね、普段は、週に1回練習日を決めて、集まって練習しているんですけれども、もうそうですね、平日、働いている者もいれば、土日含めて交代勤務で働いている者もいれば、さらには学生さんもいたりとですね、なかなか全員が集まって練習することがなかなか難しいんですけれども、そんな中でですね、こういったところを気をつけることはですね、次の週でもですね、確実に伝えながらですね、みんなが共通の意識を持って入れるように、注意しながら練習しております。なかなかこのステージに向けても難しい中でご披露いただいたということでありがとうございます。それでは若水獅子踊りの皆さんの伝承活動はお子様もいらっしゃいましたけどね、どのような活動されてるんでしょうか。そうですね、だいたい週1あるいは月1とこうイベントがあるたびに練習していますけれども、やはり子どもたちが結構、今日6名ですけれども、あと1名2名おりますので、そんな中でですね、子どもたちに教えていくというのがなかなか難しいところがあります。でも子どもたちに教えていかないと、後継者不足という形になってしまいますので、なんとか子どもたちにですね、ついてきていただいて、私たちのこの、行山流獅子踊りっていうのはですね、大体158人になります。それで、なんとか私たちもですね、なくしたくないという形でですね、こう毎回招待があればどこにでも出向いて、踊っているっていう、そんな形です。今のコロナの影響でですね、こうなかなか練習機会も少なかったんですけれども、去年度からですね、また改めて練習して、今後とも、継承活動に努めていきたいなと思ってございます。ありがとうございます。お疲れのところお話をいただきまして誠にありがとうございます。もうこれからもぜひこの獅子踊りまた私たちに見せていただければと思います。本日はありがとうございました。